養生とは、建築、引っ越しなどの作業中に、先に完成した部分など、作業の対象物の周辺物を、汚損や傷から守ったり、コンクリート施工などで作業対象物が順調に、望みの状態になるようにあらかじめ手を打っておくこと。展示ブロックの施工時に周囲を養生している例、建築分野では、建築作業中に、建材の面や角などに、紙やビニールシートや、 プラスチックカバーなどをかけて保護することなども養生という。建設作業においては、作業範囲内や近接する架空ケーブルに、高質のカバーで養生を施す場合がある。これは、重機の使用が想定される場合、誤って接触させて損傷させたり切断してしまうことを防ぐためである。電気工事では、必要のない露出金属部を絶縁体で覆うなどの養生が行われる。 これは、感電、短絡を防ぐため、危険防止である。コンクリートの硬化初期に乾燥しすぎないように散水を行っているところ。コンクリートの施工の際は、十分に硬化するまで、常に一定以上の温度、規定の水分が有量で保つ必要があり、必要となる温度、防水などの管理、及び、その作業全般を指して、養生という。例えば、陶器の施工においては、 水分が凍結するような状態でそのまま施工すると品質が均一にならず必要な強度が得られないということもあり得る。また大雨などで施工したコンクリートに一定量以上の水分が加わると主に表面が水分型となって強度が落ち将来的に白磁してしまう可能性もある。これらのことを防ぐために周囲をブルーシートなどで囲い練炭ンンや ジェットヒーターなどを用いて、付近の温度を最適な温度に保つなどの対応を行う。また、陶器思向の場合には、速乾性のコンクリートを使用する、プレキャスト工法を利用する、などといった手法を用いて対応することもある。コンクリートの効果の初期においては、風や蒸発により、表面が乾燥し、水和反応に必要な水分が不足し、乾燥収縮やひび割れを生じるため、 これを防ぐために出潤養生を行う。一般的には養生シートを付設し、酸水を行うが、特殊な薬剤を用いることもある。飛行機の塗装前に養生を行っているところ、絵画製作や塗装における養生は、塗装面以外の面に塗料がかからないようにシートや養生資材、マスキングテープなどで覆うことを言う。養生とマスキングはほぼ同じ意味で用いられるが、 厳密には区別されることもある。マスキングテープには各種の幅のものが販売されておりシート付きのものもある。塗装面や工作物を傷めてしまうため粘着力の強い粘着テープを養生に用いることは禁物である。塗装面以外の面を保護するためにも洋上は塗装前に確実に施しておく必要があり、施した養生は原則として塗装が乾ききる前に取り外す必要がある。 洋上、家とインテリアの用語がわかる時点。コトバンク。2017年9月25日閲覧。ありがとうございます。